皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田こうです。この番組ではこう先生と呼んでください。今週のテーマは家族が病気の時というテーマなんですけれども、家族の中でね、誰かが病気になると大変ですよね。小さなお子さんたちが病気になった時には、お父さんやお母さんもね心配して、いろいろ病院に連れてってくれたり、あるいは熱を冷ますためにねおでこにこう冷たいものを当ててくれたり、食べやすいものを用意してくれたり、いろいろそういうことがあるんですけど、じゃあお母さんがね病気になった時、さてこの時どうしましょうね。お母さんがいつもねご飯を作ってくれたりしているとすれば、じゃあお母さん病気になっちゃったら誰がご飯を作ってくれますか、洗濯物は誰がしてくれますか、お買い物は誰が行きますか、お父さんがいてね、お父さんが代わりにできるお家はまだいるかもしれないです。あるいはおじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでらしてね、手伝ってくれるということもあるかもしれません。だけど大体ねお母さんがね家のことは何でも中心的にやってくれているんじゃないでしょうか。それがね当たり前のことじゃないんだなというのがね、家族が病気の時に身に染みて感じることです。で、お子さんたちもね、お母さんがそうやってピンチの時には助けてあげてほしいんですね。いつもお手伝いしてますか、いつもはお母さんがしてることを、お姉ちゃんがやったり、あるいは弟がやったりっていうようなことをできることを手伝っている。もちろん、お父さんもねできる状況であればちゃんと手伝ってあげてね、みんなで助け合う、それがね、家族です。それが大事ですので、自分がやってみていつもお母さんこんなことをやってたんだっていうふうにね、大変だなと思ったらねお母さんに感謝しましょう。そして、少しでもいざというそういう時のために自分ができるお手伝いっていうのをいろいろ増やしていくといいですね。例えば洗濯物を畳む、なかなかシャツとかは畳むのがちょっと難しいかもしれないんですけどね、タオルなんかは簡単ですからね、折り紙の要領でね半分に折る、また半分に折るっていうふうなことでねタオルを畳むとか、あるいは洗濯物でもね背が届かない子供は難しいかもしれないですけど、洗濯ばさみで靴下を挟んで干すとかね、そうやって、お手伝いができるようにしておくといいですね。シャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、お化けのソロリは3人兄弟の末っ子です。一番上のお兄ちゃんの名前はふわり、お姉ちゃんはゆらりと言います。お母さんは「ああ忙しい忙しい」と言いながら毎日掃除機をかけたり洗濯物を畳んだり、みんなにおいしい料理を作ったりしてくれます。お兄ちゃんのふわりもお姉ちゃんのゆらりも時々お母さんのお手伝いをします。ふわりはいつも洗濯物を干すし、ゆらりはお風呂を洗ってお湯を入れます。お父さんも火曜日と金曜日の朝には大きなゴミ袋をゴミ置き場に持っていきます。ある朝お母さんが目を覚ますと、喉は痛いし鼻水は出るし寒気がするので変だなぁと思って熱を測ったら38度ありました。どうやらお母さんは風邪をひいてしまったようです。ところがあいにく昨日からお父さんは仕事で遠くに出かけていて、あさってにならないと帰ってきません。そろりが、ママ、お腹すいた、と言って、ベッドで寝ているお母さんのところにやってきました。ああ、そろり、おはよう。起きたのね。おはよう、ママ。もう起きてよ。そろり、お兄ちゃんたちは？うん、テレビ見ているよ。あのね、そろり、ママは今日熱があって少し苦しいの。台所に食パンがあるし、冷蔵庫にはイチゴが入っているから、洗ってみんなで食べてね。ママはもう少し寝るから、お願いね。わかった。そろりは少しお兄ちゃんの顔になって言いました。ふわりお兄ちゃん、ゆらりお姉ちゃん、大変大変。ママ、熱があって苦しいんだって。それで、食パンとイチゴ、みんなで食べるんだって。そろりが台所に来て言うと、え？お母さん病気なの？ふわりが心配そうな顔で言います。じゃあ、私たちでご飯の用意しなくちゃ。ゆらりが言います。さあ、ご飯の用意が始まりました。ふわりは食パンの上にチーズを乗せて、オーブントースターで、チーズトーストを焼きます。ゆらりは冷蔵庫からイチゴを出して水で洗ってからお皿に分けます。いつもは何でもしてもらってばかりのそろりも今日は違います。コップに一つ一つ水を入れています。お母さん食べられるかな？ゆらりがふわりに言います。イチゴなら食べられるんじゃないかな？ふわりが言うと、僕が持っていくとそろりが言います。じゃあ、お母さんにこれ持って行ってあげてとゆらりが言います。そろりはいちごの入ったお皿とお水を持って、寝ているお母さんの枕元へ運びます。ふわりとゆらりもお母さんの様子を見にやってきました。お母さんは目を開けて、ああ、みんなありがとう。いちご持ってきてくれたのね。と言って、いちごを一つ食べました。お母さん大丈夫？とふわり。今日はみんなで家のことするから心配しなくていいよ。とゆらり。ママは休んでて。とそろりが言うと、まあ頼もしい。お母さん嬉しいわ。今日はしっかり寝て。明日からまた元気に頑張るから、今日はお願いね。と言ってお母さんはまた眠りました。さて、子供たちだけで頑張った一日が終わり、朝になりました。お母さんはまだ少し咳は出るけれど、熱が下がっていつもの元気が戻ってきました。やったー！ママの病気が治ったー！今日は美味しい料理いっぱい作ってね。やっぱりお母さんが元気でいてくれないとなぁ、と喜ぶ3人でした。おしまい。みんなで元気ッズ！はい、みんなで元気ッズのコーナーです。はい、このコーナーでは、お家やお外でできる遊びを紹介していきます。のりのり先生です。のりのり先生。はい。みぞ先生です。みぞ先生です。イエイ。チーム元気ッズです。はい、じゃあみぞ先生、はい、この夏はビーチサンダルで決まりだね。決まりだね、あれはい、今日はね、ちょっと2人とも涼しげなね、足元でラフな格好でお送りしてますけれども、はい、今日はなんとサンダル遊びです。あ、なるほど、もうこのサンダルを使った遊びを紹介してくれるんだね。サンダルでどうやってね、遊ぶんだろうとね、思ってるお友達も多いかと思いますがね、しっかり遊べますからね。はい、ただね、これちょっと気をつけることが今日はあってね、2つあります。2つ、はい、周りにね、人や物がない場所でやってください。なるほど。はい、で、あとね、本当はサンダルは履物ですから大事に使ってくださいね。なるほど、大事に使ってね、はい、たくさん遊んでください。そうです。はい、じゃあ今日はまずサンダル、このサンダルをね飛ばします。ピューッと飛ばすね。大事に飛ばしますね。大事に飛ばします。ここが大事ですからね。はい、じゃあ水野先生こっちに、はい、来てください。はい、じゃあね、このサンダルをいくよ、見ててね。せーの、ほっ。あ、飛ばへんかった。あれ難しいんだから。せーの、ほっ。行き過ぎ。ちょっと。はい、これね、サンダル飛ばしました。結構でも飛びましたね。結構飛びました。はい、じゃあ水野先生も。よし、いけるかな。飛ばしすぎないよりね。せーの、ほっ。うまい。よし。はい、あ、ちょっと待ってよ。取りに行くの。じゃあ、あれはケンケンでね、取りに行って、履いて戻ってきてください。あ、ケンケンでね、はい、できるかな。よし、はい、ね、これでケンケンもできるし、で、そう、で、これで戻ってきたい。お、うまい、イエーイ。ね、取りに行くときはケンケンで行くと、ね、ケンケン遊びにもなるし。なるほど。ね、ほ、もう一回やってみよう。いくぞ、よいしょ。お、いったいった。よし、ケンケン。さあ、手を使わずに、そのままスマートに、ほ、入ってくる。はい、こんな風に遊びます。なるほど。ね、はい。じゃあ次はちょっとね、飛ばすだけじゃなくてね、お家の人はよく知ってると思います。ね、明日天気になあね。お、明日は晴れ。水野先生、何それ？水野先生知らない？明日天気になあれ。で、靴とかねを飛ばして。こっち向きだったら晴れで、こっち向き裏向きだったら曇り、横に立ったら曇り、裏だったら雨、間違えないように晴れで雨で曇り。まあこうなることはあんまりない。難しそうと曇りはね。はい、じゃあこれちょっとこんな遊びがね、昔の遊びであるのでやってみましょう。よし、水野先生やってみて。ちょっとやってみるね。さあ天気は何かな。明日天気になーれ。あれ。違う。違う。だいぶ近かったね今ね。まあでもね、しっかりね、晴れだね、晴れ。よし、じゃあ予告雨。やっちゃおうかな。雨出すよ。なるほど。ほっ、いくよ。明日天気になーれ。ほら。さすが。ほっ。雨の時はまたね、ちょっとこうやって繰り返してまたね、はける話みたいな。なるほど。ね、面白いねこの遊び。面白いでしょ。ね、はい。サンダルじゃなくてもね、別に靴でもねできます。明日天気になーれってね。天気を占ってみてください。はいはい。じゃあ次ははい、ちょっと待っててね。お、あ、なんか取りに行った。はい、た。はい、ペットボトルです。ペットボトル、たびたび登場するペットボトルです。じゃあこれをちょっと遠くに置きます。はい。よいしょ。はい。で、あのペットボトルをサンダルで倒します。いくよ。せーの、ほ。ああ。いけなかったなぁ。はい、水野先生やってみて。せーの。おお、怖い。よっしゃー。すごいね。一発。どんなもんじゃい。素晴らしい。はい。イエーイ。はい。こんな風にね、物をね、倒して遊んだりね、してみてください。はい。最後は、ほおキャッチ。はい。この後は解説です。はい。では解説です。今日はこれ。サンダルを使って遊びました、ね、今日の遊びは、ね、まずお家の人には、ね、安全な場所で、ね、遊ぶようにお子様に伝えてあげてください、ね、周りに、ね、人や物が、ね、あるところでは遊ばないようにねっていう風にねお声掛けいただけたらと思います。あと、ね、もう一つは、ね、履物ですので大事にね使って遊ぶようにねってね、そういうことを伝えてあげてください。じゃあ今日のねサンダル遊びではね、足でこう飛ばしたりとかね、あと懐かしい「明日天気になーれ」という遊びねで、サンダルをねケンケンで取りに行ってね、もしこうなってたらねひっくり返してね片足で履かないといけないので、いろんなねバランス感覚の運動にもなりますね。でペットボトルを倒して遊びました。あれは狙いすましてそこにね飛ばすっていうような力を調整して飛ばすっていうような能力を伸ばすことができます、ね、でサンダルといえばね今日使ったのはこれビーチサンダルですよね。ですが最近はねこういうスリッポンタイプのねこう覆われている先が覆われているタイプのサンダルが多いと思うんですけれども、こういうね鼻緒のついてるねタイプのサンダルは足のね指をね動かすとってもいい働きがあります。なので、ここのね鼻緒があるサンダルで足の指をたくさん動かす経験を積むといいと言われてますよ。なんでかというとねこう足の指で鼻緒をねしっかりと挟み込んで地面をぐっと掴んでね歩く時に歩かないといけません。なので、ね、足の指をたくさん動かして、ね、そういう感覚を養えると言われています。でもう一つメリットがあって、ね、足の指をたくさん動かすと、ね、こけにくくなると言われてます、ね、足の裏には体の、ね、こういう傾きを感じるセンサーというのがあると言われてまして、ね、素足だったりこういう鼻緒のついた、ね、足の指をたくさん動かせる履物だとそういうねセンサーをしっかりと養うことができます。ではサンダルね遊びいろんな遊びをやってみましょう。みんなこんにちは、まゆこ先生だよ。よろしくね。まずは日本地理カードを見ていくよ。このカードは日本の県の形のカードだよ。カードと一緒に日本地図が出てくるからどこにその県があるのか見つけてみてね。じゃあ行くよ。最初は名前が4文字の県。これは青森県。青森県はここにあるよ。これは石川県。石川県はここにあるよ。これは大分県。大分県はここにあるよ。じゃあこれから問題を出すよ。真ん中の県はどこだったかな？正解は石川県でした。次は関東地方の海がない県だよ。これは栃木県。栃木県はここにあるよ。これは群馬県。群馬県はここにあるよ。これは埼玉県。埼玉県はここにあるよ。じゃあこれから問題を出すよ。一番左の県はどこだったかな？正解は栃木県でした。みんなわかったかな？面白かったね。次は記憶遊びをしてみよう。ここに5枚のカードがあるよ。カードを裏返していくから順番に覚えていこうね。傘、塗り絵、馬、鉛筆、ベルト。覚えられたかな？じゃあ最初から答えてみてね。最初は傘、2番目は塗り絵、3番目は馬、4番目は鉛筆、最後はベルト。みんなは何個答えられたかな？最後は歌の時間だよ。みんなは一つしかないものを誰かと一緒に食べたり、使いたい時にはどうしているかな。そんな時には半分こにするといいね。今日はオレンジキッズ8月号の数を育てる歌から半分こを聞いてみよう。半分こ。半分こにできるかな。クッキーを2つに割って半分こ。仲良く食べようね。半分ずつ食べようね。半分こにできるかな。ホットケーキ2人で分けて食べようね。仲良く食べようね。半分ずつ食べようね。半分こにできるかな。焼き芋2つに折ってはいあげる。熱いよ気をつけて半分ずつ食べようね。半分こにできるかな。ジュースを2つのコップに分けようね。仲良く飲もうね。半分ずつ飲もうね。半分こにできるかな。トランプを同じ枚数に配ろうね。仲良く遊ぼうね。代わりばんこに配ろうね。このコーナーはこれでおしまいだよ。まゆこ先生でした。今日もゴーゴーゲンキッズの踊りを覚えていってみましょう。はい、今日はこのところをやります。この指とまれでもうお腹甘さ得意でも苦手でも関係ないさ。はい、この時指ね、最初は人差し指を出します。2回目は親指をね、出してください。じゃあ通していってみましょう。じゃん。この指とまれでもお腹甘さ得意でも苦手でも関係ないさ。こんな感じです。ミュージックスタート。甘走って転んでつまずいてへこたれても僕らの合言葉今叫ぼう。楽しくなる Go Go 元気 遊びは魔法さ Go Go 元気 いつの日にも どんな時も 笑顔になる。はい今日のワクワクキッズも楽しかったかな。またお家やお外で遊んでみてね。今日はまたお家の人のお手伝いしてみてね。じゃあまたね。子育てワンポイントアドバイスの時間です。就学前に身につけたい10の基礎概念、今日は比較と順序についてお話をします。比較の概念というのはね、1歳半から2歳、この頃にね理解が始まるんじゃないかなと思いますが、これとこれ、こっちの方が大きいとかこっちの方が少ないとかね、そういうふうに比べてみてどうだっていうのを理解する概念ですね。それは比較をするということでね、反対語の概念を教えることにもなります。遠いのこっちの方が遠いとか近い、多い少ない大きい小さい、そういったのが比較の概念です。そして、順序ですね。順序というのは例えば横一列に並ぶ縦一列に並ぶ、一番先頭最後1番目2番目3番目とかね、右から2番目とか、3番目に大きいとかね、そういうふうな概念になります。上から2番目で左から3番目などというね、座標の概念が入ってくるとちょっと難しくなります。